答えにない。歯ごたえにない。弱すぎるな。次はまとめてかかってこい。先生、ようこそ大修道院釣り大会へ。なんだその顔は。セテスから聞いていないのか。フレンが望む魚を釣る。それだけだ。魚が釣れたらフレンに見せるんだな。頼みがある。すみません。頼みを聞く余裕はあるか？お願いしたいことがあるんですが。なんだ、先生も参加すんのか。だったら勝負しないか。実はさっき釣った魚がある。同じ種類でこれよりでかいのを釣ってみな。あら、先生も参加してくださるの。嬉しくて飛び上がってしまいそうですわ。私が食べたいお魚、名前を忘れてしまいましたの。なのでお魚が釣れましたら私に見せてくださいます。
私の求めるお魚をお持ちではありませんのね。残念ですわ。お、釣ってきたか。どれどれ。やるじゃん。あたしの負けだよ。これあんたにあげるぜ。先生。あ、お魚をお持ちですのね。これです、これですわ。私が食べたかったのはこのお魚です。はあ、幸せですわ。すぐに料理していただきましょう。助かった。すみません。おう。ああ、聞き取れ。ねえ。え、
すみません。おお、絶対に釣ってみせるぞ。しかし、なぜ一尾も釣れんのだ。おかしい、おかしすぎる。そうか、そうであったか。目から鱗が落ちる思いだ、魚だけにな。魚に好き嫌いなぞあってたまるか。感謝するぞ。これは好みだな。どうしてみんなで一緒に取る食事は美味しく感じるんでしょうね。前節は由々しき事態もあり、いかがでしょう。あなたも今節の課題に向け頼もしい返事です。あなたの学級も大丈夫そうです。呪術師戦ではあなた方の素晴らしい活躍を楽しみにしていますよ。身になったよ。先生。先生。はい。おお、
ようやく。何か用か。それでいいか。よし、終わったぞ。それでいいか。よし、終わったぞ。それでいいか。よし、終わったぞ。また来てくれ。そうね。聞きたいんだが。なるほど。先生。あのですね、殿下、お手柔らかに。あと小言は短めにしてもらえると。なぜ俺に小言を言われる前提なんだ。真面目に取り組めばいいだけの話だろ。わかった、わかりましたよ。先生、なんとか終わりましたよ。えばるのが早すぎるぞ、シルバー。お前はもう少し体力をつけたらどうだ。この感じ覚えとこうっと。よう先生、ここにいたんですね。あんたの周りはいつも輝いて見えますよ。もしかして今日もお仕事ですか？たまには放り出してもいいんじゃないです？そうそう、たまには仕事のことなんて忘れて遊び倒す日があってもいいはずです。それでその先生、せっかくですからちょっと飯でもおごらせてくださいよ。さすがは先生、お見通しってわけですね。最初から素直に言っときゃよかったかな。頼みにくい話ではあるんですが、手を貸してもらいたいことがあるんです。簡潔に言うとですね、
うちの領事まで盗賊退治に来てもらいたいんです。俺の兄上のことを覚えてます？湖南島で戦ったあの盗賊の首領です。盗賊マイクランはゴーティエ家の長男、つまりは俺の兄貴に当たるってわけです。どうやら兄上の率いていた盗賊の残党がうちの領地で暴れ回ってるようでしてね。で、父上はその討伐を手伝えとわざわざ俺を呼びつけてきたんですよ。しかも厄介なことに騎士団じゃなく俺だけをですよ。面倒でしょ。まあ、もしかすると他に狙いがあってのことなのかもしれませんけど、それにしたって父上は俺に修行でもさせるつもりなんですかね。今回の件は学級の連中にも手伝いを頼んでみるつもりでいますけど、先生にも一緒に来てもらえれば俺としては非常にありがたいんですが。さすが先生。それじゃあ早速俺はみんなに話をつけてくるとしましょう。さて、盗賊を挟み撃ちにするところまではどうにかこぎつけましたか。見たところ盗品を抱えたままの賊もいる。とっ捕まえたいところですが、奴らの用心深さは貴族の御令嬢並みだ。迂闊に近づけば逃げられちまう。となると狙うべきは砦に陣取る盗賊どもか。奴らを倒せば賊も逃げ道を失うはずです。
盗賊以外のゴロツキどもも撃てば人数に応じて報酬を出すって言ってた。厄介なことにあの連中少し怪我しただけで逃げていきやがる。さっさと砦を押さえて退路を断っちまうとしましょうか。切り込むか。いけますよ。焦らず戦おう。迷いを晴らす。いい勝負ができたね。心強い。頑張ります。行きやがれ。あまい邪魔だ。諦めろ。次の敵に備えないと。
さて次に行くか。そのやつに殺されてやる義理はねえ。打ち砕く。よし、これでいいよな。とりあえずこの逃げ道は塞げましたね。それじゃ残る砦も落ち着いて落とすとしましょうか。俺が出るまでもなかったか。ま、一生懸命やるだけですわ。経験は糧になる。させるか。賞賛はその経験が身に。よ
まだ。この砦も抑えられましたね。これさて、残った砦もあと少し。さあ先生、加減すべきだ。負けられないからな。ここまで逃げ道を塞いじまえばほとんど片付いたようなもん。さて、あとは逃げ場を失った賊を倒しつつ最後の砦を抑えるとしましょうか。悪いが諦めるこったな。
勝負あったか。気は抜けない。勝負あったか。やばい。見えている。終わったか。まあ、こんなもんだろ。散々な目にあったぜ。くっそ、逃げ足の速い。さて、これで盗賊討伐も終わったか。なかなかに骨が折れましたね。けどいかんせんこのご時世だ。盗賊なんていくらでも相手出てくる。それでも一時の間この町に平和が戻ったことを喜ぶ。
先生、この間はお疲れ様でした。付き合ってもらえて本当に助かりましたよ。盗賊退治は無事に成功、父上からは報酬も受け取ってきましたし、一件落着ですね。と、報酬といえばこいつを忘れちゃいけませんでしたか。父上が俺を呼びつけたのはやっぱりこいつを俺に渡すためだったみたいです。盗賊の討伐をさせたのも遺産の継承に際してそれなりの箔をつけさせるため。兄上を死に至らしめた破裂の槍がこうして俺の手に渡るとはね。ああ、そこは心配ご無用です。俺にはゴーティエの紋章がありますから。兄上が望んで望んで最後まで手に入れられなかった紋章がね。ええ、昔から兄上は本当に救いようのない野郎でした。わがままで自意識過剰で傲慢で、俺がいつも尻拭い、死んだ後までそうだけど、紋章を持って生まれたのが俺じゃなく兄上だったらと思うと、俺が兄上のようになっていたのか、それともまた違う運命があったのか。そうですよね。過ぎたことを悩むなんて俺らしくない。とにかく今は略奪を受けた人たちが元の暮らしに戻れるように祈りましょうか。多分盗賊の被害そのものはしばらく続くと思いますけどね。なぜって、そうだな、もともとファーガスは寒くて貧しい土地です。うちの領地は10年前まで北方の民スレントの戦場にもなっていましたし、加えて戦王陛下が倒れてからは国の情勢そのものが不安定ときた。食いぶちのために盗賊に身を落とすやつが増えるのも当然な話じゃないですかね。おまけに今の摂政は女に熱を上げて国政を顧みないなんて噂もありますし、実際その失勢のために今のファーガスは傾いている。殿下がとっとと大いについてくれりゃ多少は状況も変わりそうなもんですがね。なんて話は置いておいて、とにかく今回の報酬の使い道はお任せします。それから破裂の槍もね、あんたになら任せて大丈夫でしょうから。そうだ先生、今度こそうまい飯でもおごらせてください。な、そんなに俺と食事に行くのは嫌なんですなんて冗談ですよ。本当にありがとうございました先生。感謝してるんですよ本当にね。掴めてきたようだ。こういうことでしたのね。先生、お邪魔します先生。
この銘柄なら僕も飲んだことがあります。とっても美味しいですよね。ありがとうございます。なるほど。はい。いえ。うん。僕、勉強も武術の腕も未熟ですから、頑張って周りに追いつかないと。お茶、ありがとうございました。また呼んでくださいね、先生。粘るのが早すぎるぞ。理解が深まったか。上達してきたみたい。